エミリアーノ・サパタ・サラサールは、メキシコの革命家、メキシコ革命の指導者の一人、メキシコの国民的英雄の一人とみなされており、20世紀の終わり頃に、チアパス州で始まった、革命運動サパティスタは、彼の名にちなむ、1994年から発行されていたジューペソ紙幣に、肖像が使用されていた、サパタは、モレロス州のアネネクイルコの村で、 インディオの地の濃いメスティーソとして生まれた。当時のメキシコは1876年に権力を握ったポルフィリオ・ディアスの独裁政治による支配下にあった。当時の社会体制は資本家による一種の原始的封建制度でアシエンガと呼ばれる大農園で土地をコントロールし、プエブロ・インディオを独立したコミュニティから切り離して負債に基づく濃度として搾取した。ディアスは 濃度の負債を軽減し、彼らが議論に参加できるように、地方選挙の実施を公約としていた。しかし、ディアス政権下では、彼の復心及び地域が、メキシコ各地の支配権を与えられ、これらの地方政府はごく少数の資本家の手に、アシエンラを集中し農地改革の障害となっていた。サパタの両親は、比較的裕福な農民で農場を所有していた。一家は、全政権時代は、 ポルフィリスタと呼ばれるディアス大統領の支持者であった。サッパタ自身は派手な装束でロゲオや闘牛に参加し裕福な農場主と見られていたが、彼はアネネクイルコ村の人々からは称賛され敬護の念を抱かれていた。その結果、彼は1909年に村の防衛委員会の委員長に選出され、村のスポークスマンとして働いた。降伏したクエルナバカ市に入るサパタサパタは、 インディオの地が濃かったものの、厳密に言えば、白人との根血であるメスティーソであり純粋なインディオではなかったが、モレロス州のインディオの権利運動に没頭した。あるアシエンダからは、土地の再分配を平穏に行うことができたが、村の土地の分配に関する村民と農場主の対立に出会い、農場主が村に放火した例もあった。サパタは、長年村民の権利のために活動し、 最初に古い権利書によって議論された土地への村民の要求を確立し、次に顔面なモレロス州知事に対して行動を起こすようにせき立てた。最後には政府や富裕層農園主たちの反応の鈍さに対して武力を利用し始め、簡単な論争の後に土地を占領していった。当時ディアス政権はフランシスコ・マデロの立候補によって脅かされていた。サパタは マデロと内密に同盟を結んだ。1910年6月にマデロは反乱扇動の罪で逮捕され、10月に御社によって保釈、そのままアメリカ合衆国に亡命する。マデロは亡命先のテキサス州でサンルイスポト市計画を発表、一斉放棄を呼びかけた。サパタは放棄への参加を討議し、翌年3月にモレロス州の南部解放軍を率いて、アヤラを襲撃した。 パンチオ、ビリアとサパタ暗殺された、サパタ1911年5月25日にディアスは大統領を辞任、6月にマデロがメキシコ市入りし、8日にサパタと会談した。サパタはインディオへの土地の返還を要求したがマデロは、それに応じず逆にサパタ派の武装解除を要求し、会談は物別れに終わり、サパタは強奪された土地、森林、水利などの財産は、 正当な権利を有する村及び人民が、直ちに保有するものとする。とする、あやら公領を発表して、マデロに対する武装闘争を開始する。その後、マデロが、ビクトリアーノ・ウェルタ将軍の反革命によって、殺されると、ウェルタ将軍の政府に対しても、武力闘争を継続した。サパタは、ウェルタ政権打倒に立ち上がった、他の革命軍とは一線を画し、彼らの連合体である。 五県革命軍には加入しなかったが、ウェルタ政権の倒壊前後から、五県革命軍北部支団を率いるフランシスコビリャと連携して、革命の第一統領をベヌスティアーノ・カランサと対立するようになる。ビリャ派の画会後は単独で、カランサ派に対して武力闘争を行っていたが、1919年4月10日、サパダ派に願いりたいと称して近づいてきたカランサ派。 政府軍の将校の計略によって暗殺された。しかしながら、彼のあやら公領の精神は、1917年革命憲法に大幅に取り入れられた。サパタは、メキシコ北部の無政府主義者、リカルド・フロレス・マゴンに思想的影響を受けた。サパタに対するマゴンの影響は、1911年3月に宣言され、11月に発表されたアヤラ、あやら公領の中に見ることができる。 しかしながら、最も顕著なのはサパタ派のスローガンであり、魔言の著書のタイトルでもある、土地及び自由である。サパタの無政府主義への系統は、彼が土地解放運動への参加を始めた時に、地方の学校教師、オッテリオ・モンタノによって、ピョートル・クロポトキンやフロレス魔言の著書を紹介された、ことによって導かれた。サパタその名ランの生涯、イー・ピンチョン、富士出版社、 1972年、革命時、サパタエリア火山監督、出演、マーロン・ブランド、アンソニー・クイーン、脚本、ジョン・スタイン・ベック、ありがとうございます。